ウイマ太極拳のリエです。エミです。はい、今週もレッスンの時間がやってまいりましたね。いい季節になってきましたけど、山登りとかってされたことあります？山登りありますね。はい、はい、あの高校生の時とか長野とかね、行ったりとか、中学校、中学旅行じゃない、なんかね、学校内で行ったりとか、あと武道さんそうですよね、はい、一緒に上がりましたね。上がりましたね、ね、あのいい季節だから、なんか久々にちょっと山登ってみたいなって思うんですけど、ただやっぱね、うん、一番心配なのって、はい、こう登、あの怪我しちゃったら登れないし、ね、登ってる途中で怪我するのもですし、うんうん、ね、ってなるとなんか一番気になるのね、膝ね、気になりますよね、はい、でまあ山登らないにしても、うん、まああの階段登るようにしたりとかしてますけど、うん、たまにあれちょっと危ういかなみたいなのが年に1回とか2回とかあったりとかするから、うんうん、そう、ちょっと膝はね大事にしていきたいなって。そうですよね、はい、なんか急になんか変な動きしちゃったりする時ありますね。ありますよねそう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 、そう、ね、ね、そうそうあります。ちょっと気をつけた方が ね、普段から、ね、そうそう、気をつけていただくといいですね。なのでちょっと今日はね、膝のエクササイズをやっていこうと思います。はい、では今週はね、膝を強化ということで、エクササイズやっていくんですけども、皆さんごめんなさい、始める前にあの椅子をね用意していただいて、今日は座ってやるエクササイズになるので、まずは椅子を用意してください。では、私の方で説明して、由美さんの方に実際に動きをやっていただきます。ではまずは椅子に座っていただきます。で、動きとしてはですね、まず片足上げます。で、上げ、じゃあ何回か行きましょうか。こう上げ下げしていく動きを繰り返していくんですけど、ちょっと足ただ単純にこう上げたり下げたりするのではなくて、いろんな角度とかね、気をつけるところがあるので、そこを見ていただきたいんですけど、まず下に降りてる状態の時っていうのは、つま先の向きを見ていただきたいんですけれども、こう内側に向いています。で、足を上げながらつま先の向き外に向いています。で、また下ろす時に内側に向けて、で上げながら外、内側、上げながら外、内側、上げながら外という感じで繰り返していきます。で、本当にこれなんかあれなんですよね、この足の構造に合った動きというか、そう、この角度がちょうどよくなんか伸びる感じで気持ちよくて、で、この足をつま先を外に向けながら上げるのも上げやすいですよね。そうそう、なので逆になんかちょっと変な違和感を感じたら、角度とかがおかしいかもしれないので、その自分のちょうどいいところを見つけながら、あのしっかり上げ下げしていけたらいいかなって思います。気持ちいいはずなのでね。で、これは回数としては、片足18回で、それを両足するので、まあ、18回18回を1セットとして、まあ1日3セットできたらいいかなっていう感じなんですけれども、この後皆さんと左右両方あの18回ずつやっていこうと思います。はい、では先ほどの説明を踏まえて、皆さんと一緒に、まず右足から18回一緒にやっていこうと思います。ではまず足を浮かせて、つま先斜め、ここから一緒に18回いきます。では行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、はい、お疲れ様です。ではこのまま今度は左足いきたいと思います。まず浮かせて内側に向けてここからいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。はい、お疲れ様です。はい、今日もエクササイズやっていきましたがいかがだったでしょうか。はい、今日のエクササイズはとってもね、簡単は簡単なんですけれど、はい、でもね、すごく足が軽くなりましたね。うん、ね、ですよね。何やっぱりあれですか、伸ばしてあの縮めてっていうのを、うん、しかもひねりというかね、こう角度をこう変えてって、ね、うん、やりながらっていう、ね、なんか膝だけど、うん、なんか膝から下がなんかふわっとするし、あとここもこう動かすので、ももの付け根もね、うん、動かすので、なんかこの辺も付け根も軽くなってるような感じもしますね。これはいいなって。いいですね、本当に速攻性ありますね。うん、そう、うん、ちょっと本当に今年山登り、うん、あ、しようかな。いいですね。ちょっと皆さんに報告できたらいいですけど。そうですね。はい、ちょっと強化して。そうですね。はい、その日に備えたいと思います。はい。では今日のレッスンはここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。